ストックホルムケースは2018年のカナダアメリカ合衆国のクライムスリラーコメディ映画。監督はロバート・バドロー。出演はイーサン・ホークとノーミ・ラパスなど。ストックホルム症候群の語源になった1973年にスウェーデンのストックホルムで起きたノルマルム広場強盗事件を題材に描く。2018年4月に開催されたトライベッカー映画祭で初上映された。 ラースは逃亡資金を得るため、ストックホルムの銀行に押し入り、ビアンカを含む3人を人質に取り、刑務所に収監されている仲間グンナーの釈放と金と、逃走用の車を要求する。だが、警察が彼らを銀行の中に封じ込める作戦に出たことで、事態は長期化の様相を見せる。そんな中、ビアンカたちは、ラースとグンナーに連帯感や行為を抱くようになっていく。 カッコ内は日本語吹き替え声優。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、ストックホルムケースはそのテーマやドラマ化した、実際の事件を完全に、現実通りに表現することはできていないが、軽やかなタッチと選び抜かれたキャストによって、最終的には、安定した、面白さを維持している。であり、82件の評論の内高評価は70%に、 当たる57件で、平均点は10点満点中6点となっている。メトクリティックによれば、18件の評論のうち、高評価は6件、賛否混在は12件、低評価はなく、平均点は100点満点中54点となっている。ありがとうございます。